皆さんこんにちは、モレノです。本日はギャレス・ベイルについてレビューしていきます。時代の終わり、まあ、今年引退発表、去年か引退発表したベイルが、最後の SBC になって登場いたします。まあ来作から、まあ、そのうち間違いなくアイコンが来る選手だと思いますが、僕自身が本当にサッカーにハマった選手っていうのはベイルですし、まあ、今でも誰が一番好きですかって言われると間違いなくベイルだったのかなっていうのが、それぐらい思い出がある選手だなと思います。こんなに花がある選手いなかったですよ、まあもちろんロナウド、メッシの時代ではありましたが、まあレアルマドリードで5回のチャンピオンズリーグ取ったっていうのは間違いなくこの男がいなければ成し遂げられなかった功績なのかなとは思いますね。本当にお疲れ様でした。で、最後にふさわしくとんでもない SBC が来ております。作成コストは12万と安めですが、とにかく能力が強い。現時点で12番で買える選手の能力はしていないです。で、どうしてもケミストリー的には本当にもう最悪と言ってもいいと思うんですよ。キンキエリーニかわらわらキエリーニを入れるしかないので、まあそのキエリーニの方も正直強くないので、で僕中央のキエリーニの方があまり好きではなくて、まあストライカーに置けれるんですけど、なのでまあセンターバック意外とやれるのでセンターバックで使ってます。ただしキエリーニと2人いて、でなおかつノッティンガムフォレストでしたっけ、彼クーパーを使うことによってケミストリーが3までいきますので、キエリーニはイタリア人でもう1上げてますが、不可能ではないカードかなと思います。これから先キエリーニのセンターバックのフラッシュバックのカードが来たりしたら、まあかなり使いやすくはなるのかなと思います。しばらく使える能力もしてますしね。で、ベイルに関しましては185センチ、ハイミディアムワークレートの左利きの逆足4スキル4。今ってノーマルカードって逆足3でしたっけ、ベイルって。そうですね、逆足3ですね。逆足4から3から4になってるんですね。この91のカードも逆足3になってました。で、地味にワークレートもハイミディになっております。この逆足はね、大きいと思います。どうしても右で打てないなっていう印象から打てるなっていう印象になるので。で、このカード何がいいかっていうと、この選手左バックもできるんですよ。もちろんスパーズ時代をご存知の方は、もう驚異的な左ウィングバックではあったので、そこでも試していきたいなと思いますが、右と左ウィングバックできます。あと C って言うならストライカー待ってよかったんじゃないかなと思いますけどね。で、能力見ていくともうとんでもないですね。4つのスタッツが90超えで、さらにフィジカル86あって、で、なおかつ守備スタッツが72という、もう能力的には化け物ですよね。で、まあ彼今回ハンターつけています。理由としては、このベイルっていう選手を再現するときに、ペースはこれ調整のために下げたんだなと思うんですよ。正直彼の全盛期時代ってペース間違いなく99を与えてよかった選手なので、ペース99にするとゲームバランスが壊れちゃうっていうことで90ぐらいにしたのかなっていう印象を受けます。で、彼の総合値、全スタッツの合計値っていうのは、現状ワールドカップフリットプライムフリットでティームのイヤーのセンターミート3人、モドリッチ、デブライネ、ベリンガム、それに次いでの5番目の選手になります。それだけ能力的には完成された選手となります。で、彼シャドウをつけてサイドバックももちろんできると思いますし、まあボランチっていうのもできなくはないと思います。ただ今回使っていくポジションとしましては、ストライカー、そして右ウィング、右ミッド、そして352の左ミッドでやっていこうかなと思います。アウトガーブ、チップシュートなどロングスローも持っています。で、どこで使っていくか、352の左、ここですね。まあ一番若い頃、まあベイルのデビューっていうのはこのポジションだったと思います。何もつけてないですね。もちろん442のストライカー、この位置ですね。で、あとは4231と右サイド、まあ本当にどこのポジションでもできると思うので、まあいろいろ試しながら実際どこが適正なのかっていうのを見ていきたいです。ではまずドリブルから見ていきます。この選手がベイルですね。ドリブルに関しましては、やはり多少の重さであったり不器用さっていうのは残ります。もうベイルなのでしょうがないと思います。ユニークのボディタイプで、ベイルのボディタイプなんで。ただしやはりスピードが99あることによって、まあこういう細かい動き、もう自分自身で
まあ、スピード感ですよね、はあるなと感じました。なので、ドリブルに関しては許容範囲には間違いなくいると思います。重いっていう感じっていうより不器用って感じですね。で、まあ、今日アップで来て、アップでの試合後やってたんですが、非常にゲームプレイが不安定です。なんでしょう。貫通ばっかりで、何が強いですかって、このアップデの後を一言で表したら、シザースして前に突っ込んでいく。これが多分一番強いと思います。ゲームプレイが早すぎて、ディフェンダーが追いついてない感じがすごくありました。なので、まあ、いかに突っ込めるかっていうのが強いっていう、まあ、ちょっと面白くないゲームプレイをしてますね。で、まあ、エンバペっていう選手が、このアップデになると強いんですが、まあ、ベイルも強い選手に当たると思っていて、こういったフィジカルあって足が速い選手っていうのが、まあ、強いですね。で、今回ベイルいろんなポジションで試していきましたが、まずストライカーとしての評価はやはりワグレットがハイミディに改善されたことによって縦突破であったり、まあ、その動き方ですよね。一つ一つの走りっていうのも非常に丁寧ですし、もともとの攻撃ポジショニングがすごく高い選手のおかげで、まあ、本当に適切な動きしてくれるなと思いました。ここら辺も少し走って、もう今ああいう風に走られたら少なくとも今日のゲームプレイでは止められないですね。で、もちろんサイドでも使っていきました。で、サイドとしての感想は、442であったり4231のサイドアタッカーとしては本当にトップクラスだなと思いました。まあ、ドリブルもできないことはないですし、まあ、とにかくスピードが速いので、テリエの強化版みたいな感じで自分自身のスピードでもう全部持っていける選手でしたね。で、彼もう一つ良かった点としては、もちろん推進力というところが一番魅力だったと思うんですけど、シュート能力もやはりさすがなものはありました。ハンターをつけることによって決定力およびシュートパワーっていうのが99いくので、まあ、左足で打った時は大体入るなであったり、まあ、少なくともゴールキーパーに止められるという感じで、不満という不満はなかったですね。で、こういうスピードですね。ここを組んでですが、ぶっちぎってますからね。まあ、ここちょっともうちょっと何かできたのかなとは思いますが、やっぱりスピードが生きた場面だったのかなと思います。ここら辺もね、止められないですからね、今日のゲームプレイだと。強いっすね。うん。あそこはね、でもね、決めてほしかったね。うん。ただ、なんでしょう、補正的な感じで、無理やりシュートを外したみたいな感じになりましたね。ここもストライカーにいて、ベイル、ちょっと降りてきて、自分で持ってきますからね。もう、ただ、貫通してるだけですけどね、これとか。まさにフィジカルの強さがいきましたね。で、ここも最後、ストライカーですね。ベイル、縦に走っていって、こういう風に抜け出したらやっぱり追いつかないです。では最後ベイルまとめていきます。現在の価格が11万コインになります。間違いなくいい SBC だとは思います。彼自身が、まあ、能力的にこのスタッツを持っていて、まあ、ベイルのボディタイプ、良くも悪くもベイルのボディタイプで逆足4スキル4の選手ではあるのでいい SBC です。ただし現状をじゃあ彼をスタメンで使いたいってなった場合、キエリーニが必須になるんですよ。ということを考えた時に、じゃあ無理してこの2人をスタメンに入れる必要性ありますかっていうほどベイルは強いですかっていう質問に対しては、僕はそこまで無理して入れる選手ではないんじゃないかなと思いました。飛び抜けてはいるんですけど、異次元っていう感じはあまりなかったですね。それはやはり逆足が4だったりスキル4で、まあ、ベイルってドリブルが少ししづらい選手ではあるので、まあ少し癖はあるなと思いました。強かったですけどね。なので、まあ余裕あれば作ってもいいと思いますし、サブでも強いと思います。うん。ただ、スタメン前提として無理してベイル入れたいんです。それでも大絶賛、モリノさんしますかって言われた時に、しないですね。まあ僕自身、ここはフラットに考えて、ベイルという選手が好きっていうところは抜いて、そこまでの SBC ではないなと思いました。素晴らしい SBC ですけどね。いい SBC ですし、僕は作ってよかったなと思います。好きなら作って絶対いいと思う。ファンカード以上のものはあります。ただもう誰もが、全世界が作った方がいい SBC ですかっていうと、そこまでではないかなと思いました。まあサブで置くなら、予算関係なしにサブで置きたいなら、
このガードっていうのは市場に実際出てたら30-40万してると思うんで、作る価値はあるなと思います。まあ実際総合値に並べても上にいるのってフリットとワイの3人しかいないので、まあ確実にこの93というステータス、スタッツで、まあ11万悪くないでしょうっていう感じの評価になります。いい選手ですけどね。で、今回ストライカーとサイドで起用していきましたけど、まあストライカーって置くなら僕はハンターでいいかなと思いました。やはりあのハンターをつけた時のフィニッシングっていうのは驚異的でしたし、まあスピードですよね。とにかくあのこのゲーム強くて速いやつが強いので、それを満たしているのは間違いなく便利だなと思いました。ここにスキル5とかあればもう異次元だったと思います。エンバペだったと思いますよ。ただスキル5がないエンバペで、まあちょっとドリブルができないって感じなので、エンバペには慣れそうで慣れないんですよね。うん、で、まあどうしてもドリブルっていうのが気になるので、まあエンジンをつけて、あのドリブルスタッツ上げてあげるっていうのもありだとは思います。で、ストライカー、右ウィング、まあサイドの適性が一番あるかな。右か左ウィングっていうのが一番適正だと思います。その上ストライカーもできます。左ミッド、右ミッド、ファイブバックの左バック、右バックは左バックですね、左バックはできますね。あの普通にシャドウをつけてウィングバックやらせるのはめちゃくちゃありだと思います。ここまで推進力ある選手で攻撃的な選手なかなかいないので、あのすごく合ってるなと思いました。ただ本当にねケミストリーが難しすぎますね。まあサブとして一人いても困らない選手なので、まあ12万気兼ねなくサブに払えるのであれば、僕は全然作ることをお勧めします。作ってよかったですという感じになります。ちょっとね、何でしょう、期待値が高すぎた分、まあフラットな目で見ると少しずつ物足りなさはあったのかなと思う SBC でしたという感じで終えていきます。まあこのドーマンとか31万でしょう。まあこのドノバンとか持ってればいいと思うんですよ、トレフカで。ただ31万ドノバンに出す価値あるのかなっていうのが僕の感想ですかね。まあ現状ケミ難民すぎてどうしようもないですね。キエンビリのセンターバックのカードで強いカード出てきたら面白いと思いますけど、このカードあんまり好きではなかったので、うんって感じですかね。まあもうちょっと待ってもいいと思いますし、まだポグバだったり SBC は来ると思うので、まあ、あのラモスもそうですけど、ベイルも作って後悔ないので、作って後悔はない、いいラインを攻めてるなと思いますという感じで終えていきます。もし質問コメントなどあればいつでもお待ちしております。ではまた。